あれでね、私たちね、2人インジレジにね、どうしても加入したい新人がいるらしいんでね、面接してあげるコーナーです。おお、来た来た、来た来た来た、伝説の。ね、インジレジとはね、二次三次で伝説を作る集団、二次三次レジェンズのことです。二次三次レジスタンスは死にました。まあ、最初から死んでいたと言ってもまあいいかもしれませんけども、よみがえってレジェンドとなった。決して運営になんか使いづらいからこっちにしたとかではない。ない、そう。そうだ。死からよみがえる。そうだそうだ。そう、つまり我々は伝説になったということ。うん、かっこいい。うん。ね、またあのこれね、はい、虹問いとね同じ感じなんですよこれ。見ましたみんな虹問い、二次三次のトイボックス大好評。大好評。いやでも虹問いはね。うん。まあ、違うサイトだったわけだから、あ、見てない人多い。前半は前半見れるんじゃない。でも、まあ、後半面白いけどね。後半手まで見るかな。なんだ、何手まで見るかな。そういうこと言うからねもらえないんじゃないかなってね。そういうことか。ちょっと思うけどね。でも言わざるを言いたいもんな。ん、言いてんだよ。同じことやってもだから大丈夫なんじゃないかなっていう。うん。ああ、ね。見てないからみんな。そう、見てないからバレないバレない、うん。完全にコピペしたとかバレない。そうそう。うん。うん、大丈夫大丈夫。はい。まあ、で？うん。面接やっていくんですか？はい。お願いします。うん、じゃあ、はい。次の人どうぞ。あ、失礼します。お願いします。ちょっとあの近づいてきます。奥から来るタイプだ。奥から来るタイプですね。はい、背後は取りました。もうこれで遠近法ね、はい、遠近法をね使ってね、うんうんうん、はい、うん、私やっぱね、はい、こう一緒にやっていく上でやっぱ、はい、なんだろう、うーん、女一緒にまあ企画とかしていくから、はいはいはい、うん、やっぱマグロ釣ってみたとかそういう、なんか、あー、いいじゃんすか。漁船乗ってみた、はいはいはい、え、乗りましょうよ。どういうこと。やってくれるんだ。え、乗りましょうよ一緒に。それお前も行くんだよそれは。じゃあカブラキーが釣れたマグロ、シーラ先輩が釣りましたって言いますよカブラキー。じゃあ何する。意味わかんないんだけど、どういうこと。あなたはじゃあ何する人なの。試食。いやもう全然いいっすよ。カブラキーが釣って全部口に入れていく。釣った先から。いいの？佐々木からっつってるから、はい、乗ってないとダメだよそれ。椎名船、はい、椎名先輩も一緒に行きましょう。それは一緒にこう潮風でバシャバシャにしましょうよ髪の毛を。あ、うん、理想とするライバー像、理想とするライバー像、具体的なもの欲しい。あなた、そう、例えば椎名だったら、はい、あるよね、うん、凛先輩ね。そう、凛先輩よね。うん、どうですか。そういうのある。近づけましたか凛先輩には。そうなんだ。まあもうどっちがどっちぐらいまで行ってるやん。確かに分かんないもん。分かんないっすね。分かんないと思う。いつもディスコード送るとき迷いますもん。あれ合ってるよなって。そうよね、はい、にちゃんと2回ぐらい見て確認してから送ってますよ。うん、そうだよね。いや、さすがですね。でも向こうがね、うん、寄ってきてる可能性もあるね。あー、逆に逆に本物がモノマネ芸人に一緒に行ってるみたいな。モノマネ芸人の方がバズっちゃったからみたいな。髪はちょっと尺髪になってたりね。ああ、ありますんで。あ、意識してんだ。あれ寄せてたんだ。そう、寄せた感じあります。さすがにおこがましく、うん、いやでもまあそうっすよね。いや絶対そうっすよ、間違いないっすよ。嘘です、うん、何も寄ってません、真逆です、うん、ブラジルと日本です。あら正反対なんだ。うん、うん、ですね。え、カブラキーはでもそれやっぱニジレジの二方でしょう。面接での正しい答えは。あ、でも、はい、どっち一回チャイカさん聞かせてもらっていい。あ、確かに。どういうことですか。え、チャイカ先輩は誰目指してるんですか、うん、誰が理想なのっていう、うん、誰聞きたいです。傷長いかな。あ、じゃあいつから休止しちゃうんだ。それ日本とブラジルですね。それはあ、それもまた日本とブラジルですね。そうかな。真逆だね、うん、確かに。いやでも逆に捕食関係で並べたら色いい感じかもしれないですよ今。あー、な、うん、色か色、うん、こう色反転させたら一部ね、キズナアイさんと重なるところありますよ多分。うん、うん、かわいいし、かわいい、うん、はい、かわいいっす、マジかわいいっす。はいはい、かわいいかわいい。前髪切りました。今日かわいくないですか。なんか
可愛いよ。アイシャドウ変えました？変えてないよ。あー、じゃあいつも可愛いんだ。なんでわかんねえんだよ。めんどくさ。あ？めんどくさい、不思議。あれ？すいません、なんかいつもより可愛い気がしたんで、アイシャドウかなって思ったんですよ。ああ、威嚇してくる、すいません。おぉ。はい、はい。おい、こいつにはブスゴリラって言われたんだけど。なんてこと言うんすか？ちょっと、チャイカ先輩こんなに可愛いのに、なんてこと言うんすか？嘘つきすぎて、それは逆に傷つけるよ、その嘘は。傷してねえんだけど、傷してませんよ。そんなわけないんだから、それは逆に傷つけてる。そんなことないよ。そんなことないよ。可愛いんだから。ああ、どっちの味方になればいいんだろう、カブラキは。じゃあ、カブラはどう？カブラ…あ、木を言わないことで解決してます。木か木かわかんないやつを。カブラ今日もさ、配信始まる前にさ、カブラ木だっけ木だっけって確認してきて、なんか全然いいんですけど、いいんですけど、そっかってなりましたね。もうなんか、いいよ、ロコちゃんでいいんですよ、カブラ木からしたら全然。カブラです。ロコちゃんっていうキャラじゃない気がするけどね。え、どうですか？ロコちゃん、いいじゃん。プリティキューティーロコちゃんでしょ、そりゃ。いや、カブラだよ。あっ、はい、カブラです。よろしくお願いします。今日からカブラ、よろしくお願いします。カブラは？え、カブラ誰なの？カブラの理想は？え、カブラの理想…でもキスナー言われちゃったしな。キスナー誰なの？いいよ、じゃあ。え、いいっすか、譲ってもらって。まあ、あげてろ。怒られるって。まあ、いいか。え、はあ、え、じゃあ本当のこと言えよ。キズナー、本当のこと欲しいね、ここは。あ、だって後に、うん、あん時はってなるから。そう、我々に嘘をつくなよ。 それはどうだろう。ここで言っといた方がね、うん、歴史になる。なるほど。うん、それで言うと、誰だ、一人に絞んなきゃダメっすか。まあ、まあ、じゃあまず出してみたら。いい、出してみてもいいよ、うん、選んであげる。 ありがとうございます。あ、でもそれで言うと、まあ、まず絆愛さんと、うん、あと、水戸さんも。あー、水戸さん、あー、いいね。好きですし、あと、チャイカ先輩、それこそカブラ系あれなんですよ。なんか、以前話したかわかんないんですけど、オーディションの書類にチャイカさんのこと書いたんですよ。あー、見たかも。うん、あのポジション、いつか俺がもらうみたいなこと書きましたね。それは聞いてないな。それ、じゃあライブあるか。あ？あ？ライバルってことか。じゃあ、入れるわけにはいきませんか。いや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 、いや、前までは、前まではちょっと、待って、話し合いましょう、待ってください。その鋭いつも一旦引っ込めていただいて、一旦、その当時はですよ、当時はちょっと、なんか、狙っちゃおうかなってなってたんですけど、それも嘘で、まあ、実は、できるのかよ、お前に。一緒に頑張りたいっていう話っすよ。チャイカさん狙って入ってきてたんだ。気をつけなよ。ちゃいちゃい、ちょ、かわいいんですから、先輩。こういうやつが兄さん入ってきてるんだから。そうっすよ、もう敵の侵入が許されてるんですよ。怖いよ、ちょっと逃げた方がいいっすよ、マジ。言っとくね、マネさんに。ちょっと会わないようにしてもらおう、今度からね。コラボ NC 出した方がいいっす。NC 入れときな。はい、カブラキ以外の人間にやってください、そういうのは。カブラキだけは大丈夫なんで。じゃあ、私選びます。チャイカさんがミトちゃんでしょ。ミトちゃんです。なんでだよ。次の先輩でお願いします。なんでだよ。こうしとけば確かにぶつからないですもんね、矢印がこう。そう、うん、近すぎると良くないから。だって可愛いもん、圧倒的に。はい、うん、私、いや、そんなわけないよね。ええ、そんなわけないよね。ああ、冗談よしな。ええ、うん、ん、何、ええ、やっぱね、ミトちゃんはね、考えてやるタイプの人だから。カブラもなんかそんな感じがするね、この台本を見るに。ああ、台本で全てがわかる。私もだけどね、私も考えてやる方だよ。チラッチラッチラッ、考えてやる。うん、考え、まあ確かにチャイカさん、考えてやる。確かに、考えてやる。そうっすよね。大喜利、大喜利面白くない。考えてやる、大喜利限定。大喜利の時限定やね。あ、大喜利以外で頭使わないですか。
わない。わない。ちゃんとゼロ、うん、トークはゼロゼロ、そうなんだ、うん、事前に考えたらカブラキも頑張ってそうならなきゃ、うん、うん、ちょっと頑張ります、カブラキも参考にして、はい、いや、さすが先輩。じゃあ、はい、まあ、はい、一旦も、まあ、とりあえず、うん、面接こんなもんかい、こんなもん加入かな、うん、あ、一旦ね、あ、ぬるっと入れてくれた、はい、ありがとうございます。嬉しいです。ようこそ。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。うん、はい。まあ、誰でも入れるもんなんですけどね、本来ね。はい。そう、なんなら、ね、誰でも入れるところに入りました。よろしくお願いします。そう、うん、レジスタンスはね。うん。まあ、もともとそうですよね。そう。割と。そう。メンバーめちゃくちゃいますよね。みんなレジスタンスになるから。はい。そう。ああ。でもレジェンドになっちまったんで。そうですね。あ、そうか。一旦リセットだもんね。一旦リセットか。うん、まあ、いつかレジスタンスに戻しましょうね。いつか、まあ、いつか何かあったとき、何かあったら、ね、何かあったとき、何かあったらね、うん、すぐレジスタンスになるかな、すぐ、なんか行ってきたらもう、ね、こっちレジスタンスですけどって、早くしないと、ね、早く取り込まないと、そう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 、ね、やばい、本当に、やばいよ、目つまないと、レギュラー与えとかないと、与えとかないと、何するか分かんないですよ、分かんないよ、あー、分かんないよ、あー、あー、ちょっと、なんか人殴りてぇな、なんか人殴りてぇわ、今、言い出しますよ、マジ。なフライドポテト、ポテトいいな、そっち、ね、遠いだろそっち、すいません、ちょっとポテト1個しか用意できなくて、あの椎名先輩の方ないんですけど、やっぱチャイカさん目当てで入ってきてるから。そういうことだ。いやいや、やだ、そんなことなくて。あ、いやがられちゃい、取り込まれるよ。いや、ほら食べてくださいよ、何の変哲もないポテトですよ。ほら、怖くないですよ。わー、何も入れてないですよ。美味しそうですよね。パク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 、離れられなくなるよ、これでいつか。離れられなくなるよ。こっちにも置いとこう。はい、ありがとう。やべ、うめぇ。すごい気使ってくれてる。離れられなくなるよ。よし、ね、これでにじれじかぶらの座はかぶらきのもんだ。こちらはですね、かぶらはお前しかいない。